皆さん、こんにちは。岡田克也です。十二月も半ばを過ぎて、いろいろと慌ただしくなってきました。霞ヶ関永田町も、予算編成、まあ、いよいよ大詰めで。慌ただしく、日々過ごしています。そういう中で、今日は二点、申し上げたいと思います。まず、維新の党と、民主党で、統一会派を作るということが合意されました。まあ、統一会派というのは。 分かりにくいかもしれませんが国会の中ではま一つの塊として活動していくというものでま巨大与党に立ち向かうためにはどうしても必要だとそう考えてま今まで維新の党と話し合いをしてきましたこの度合意ができて最近その第1回の会合を持ちましたそれぞれの委員会で民主党と維新の党まそれぞれの議員が筆頭理事 そして理事を務め、まあしっかりと戦う体制ができたというふうに思います。一月四日から始まる国会で。しっかりと成果を出していきたいというふうに考えています。もう一つは。政府のまあ税制改正の議論の中で、軽減税率という話が出てまいりました。まあ、私は非常に驚くわけですが、まあ一兆円の財源を使って。 食料品を8%のままにとどめるということですもちろん消費税の負担は大変ですから食料品について8%のままにとどまるということはいいなというふうにお感じの方多いと思いますただ他方でそのために1兆円の財源が必要だということですこれは赤字国債で次世代に負担を 先送りする形で賄うのかそれとも社会保障費を1兆円削るのかそのいずれかでしかないというふうに思いますそのことも含めてこの軽減税率の議論はなされないと負担が軽くなってそれでよかったとそういう次元だけで考えていたのではこれは判断を誤ってしまうというふうに思います今与党はこの1兆円の財源について 参議院選挙の後に先送りするということでごまかそうとしていますそういう中で国民の皆さんに判断をしてもらおうとしているわけですここは次の国会通常国会の大きな争点であることは間違いありませんしっかりとどういう財源で手当をしていくのかということも含めて議論を尽くす必要があるとそういうふうに考えているところです今日は以上です